はい、皆さんこんにちは、バーナムです。今日はですね、前回、車を選びまして、今度は自分で何か取り付けようよってなるはずだし、なってるので、まず車をねカスタムするには絶対に必要なものがありますよね。ちょっとね、早速届いたんで見てみようと思うんですけど、重いこれめちゃくちゃ重いっすね。こんなでっかい箱が届きました。これがないともう始まらんのですよ。何にもできないですね。はい、ちょっと開けてみようと思います。よしよし、ちょっとマジで重いっすよ。よし、こっちが上ですね。はい、わあすごい、ワークプロって書いてありますね。はい、ワークプロってこれは何かというとですね、ツールです。ちょっと開けてみましょうか。こっちが上でいいんだよな。ちょっと、はい、ジャンと、あ、なんかここに、うわあ、これすごいっすね。これね、ちょっと全部映るかな。あ、ギリギリ映りましたね。うわ、すげえ、これテンション上がるな。あ、多分男の子だからと思うんですけど、絶対足りない道具があってはいけないと思って、なるべくたくさん入ってるやつを選んでみました。どれが何に使うのか分かってないんですけれども、ちょっといろいろね見ててみましょうかね。まずね、一番最初に目につくのはこれですね。これすごいね。32ミリのこの六角なんて使うんだろうか。これなんか橋とかね、止まってるなんかあのボルトみたいな大きさですけど、まあ、使うのかな。タイヤとかかな。めちゃくちゃ大きい。こんなに大きいの、こんなに。これ結構いかついですね。で、これを多分こういうのに、これにこうつなげてね。あ、つながった。あ、はいはいはい。このスイッチで、あの、これ今開ける方に力がこう加わってますね。こんな感じで開ける方に力が加わって、こうスイッチをカチッてやると、今度はこう閉める方に力が加わるっていうタイプですね。おー、なるほど。これよく見ますよね、こうテレビなんかでね、こうガチガチガチやってる人ね。え、ちょっと待って、これ取れなくなった。取れない。ちょっと待って取れなくなりました。え、これどうやって取んの、これ。え、嘘でしょちょっと後で取ります。やべえ、いきなりなんか間違えちゃった俺。あ、やべえな。まあ、そんな感じでちょっと大きいのがいくつか連なってるし、ここにどん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 ちっちゃくなってきますね。10って書いてあるのは、これ多分10ミリのことだろうね。10ミリ、10ミリから10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 27 30、そして32があります。でね、あとはね、このなんか茶色い、これはなんだろうね。なんかネジで止まってるよ。ネジ止まって開かないじゃん。プラスドライバーで開けろってことなのかな。まあ、ご安心ください。ここにですね、プラスドライバーが、なんかプラスドライバーだけでもものすごい数ありますね。1,2,3,4,5,6 種類のプラスドライバーがあります。プラスドライバー1,2,3,1,2,3みたいな感じで書いてありますが、それぞれどんな用途なのかっていうのは分かんないですけど、ちっちゃいやつから大きいやつまで開けられるっぽいですね。で、ここにね、プラスドライバーがありましたので、これが多分普通にネジネジするやつだと思う。ちょっと取れないな。ネジネジするやつだと思います。これね、これを、え、これまた取れなくなるんじゃないの、もしかして。はめてみました。あ、取れる取れる。え、もしかして付け方間違えたかな。はい、こんな感じので、これをこう開ければいいのね。
簡単に開く。これは輸送してる時に落ちないようにこれをしてるのかな。毎回これで閉めるってわけじゃないよね多分。はい、開きました。開いたよ。あ、もう一個ついてた。ここにもついてた。このね、完璧っぽいセットで2万円とかで買えるんで、これから先ずっと車のメンテナンスとかで使うんだったら、まあ割とちゃんとしてたのを買った方がいいかなと思って今回買ってみましたが、ちょっと見ていきたいと思います。でっかい、何これ、めちゃくちゃ巨大なマイナスドライバーがありますね。人差し指ぐらいありますね。これマイナスドライバーなのかどうかもちょっとわからないですけど、でっかいマイナスと12って書いてありますね。12って書いてある、謎にでかいマイナスドライバーからまあまあでかいマイナスドライバーまでありますね。そしてこれはね、六角形の何かですね。六角形の穴が開いているところを開けたり閉めたりするためのものかと思います。はい、でまあちっちゃい六角形のもの、あとなんかこう星型の、なんていうんですかね、これね、一見すると何かを止めるネジのように見えますが、おそらくこれもこの形をした何かを開けるためのものなのかと思います。そういうアスタリスクみたいなものが 1,2,3,4,5,6 個で、巨大なプラスドライバー、こんな巨大なプラスドライバーで開けるネジを見てみたいっていうのが2個3、4個。はい、でまたアスタリスクに、今度はねアスタリスク状のものに穴が開いてますね。かなり特殊なネジだと思うんです。それが 1,2,3,4,5,6 個ですね。はい、でその横には今度またこれアスタリスク、こういうネジをこれで開けるみたいな感じだと思うんですね。そうだね、それぞれ逆だ。こういうネジがあったとしたらこれでこれをこう開ける、でこういうネジがあったとしたら今度はこれでこう開けるみたいな、そんな感じの、まあどちら側もいけますよっていう感じのものが、これがね多いですね。結構こういう使うのかな、これ2,4,6,7,8,9,10,13個入ってます。こんなちっちゃいのまで入ってるね。 E4 って書いてあります。でこれは見慣れてるよな。こっちと何が違うんだろう。同じように見えるけどね。 10これに10で六角形の、これ10で六角形じゃない。でこっちに入ってるのも10で六角形なのよ。この口同じに見えるけどね。あ、でもこっちの方が穴が深いですね。こっちの方が穴が浅い。そして入れるこの四角がね違うんですよ。こっち大きい四角だから、今度多分大きいやつ使うためのものに使えるし、これ少し小さいですね。でここにももう一個ね、あるんですが、これこれがぴったりなんだな。小さいものを使うときはこの小さい、このこれなんていうんですか、レンチ、なんていうのかな、こういうやつがこれに対応してる感じですね。で、これなんだ、これなんだろうね、ちょっとこれわかんない。 8mm の CRV って書いてあるんですが、なんかこれだけでなんかのオブジェになりそうな。ここにね、金属のなんかベルトみたいなやつが止まってますね。でも六角ですね。六角。そういういかついやつが2個あります。はい。で、ここは六角ですね。これまたちっちゃくなってんだね。でもこれにもね、銃ってあるんですよ。あ、この銃とこの銃だと、後ろの四角の大きさしか、違いがないですね。取り付ける工具が大きいやつと中ぐらいのやつと小さいやつにそれぞれ対応した六角があるっぽいですね。はい、で次これだね。これ長いね。長いし四角が大きいからこれに対応するもんだと思うんだけど、今これ取れなくなっちゃったんで。でも六角のサイズは 16mm って書いてあるから、これと大きさ同じと思う。でも深さが全然違う。長いネジとかがあるのかな。長いネジみたいなのに対応したものだと思います。で、こっちっこいやつでしょ。あ、で、これなんだろうね。で四角。四角がここに入る。で、さらに四角。ああ、わかった。
これ延長するやつですね。深い狭いところとかのネジを開けるときにこれで開けるんだ。あ、なるほどね。はいはい。延長するもの。あ、っていうかこれも説明書的なやつは入ってないですね。今気づいたんですけどね。入ってないんですね。基本的に入ってないんですね、説明書。説明書って何？なんか普通に入ってるもんだと思ってたんですけど、入ってないんですね。ちょっとじゃあこれね、ちょっとおいおい何に使うかちょっと分かってくると思うんで、それでやっていこうと思います。お、これなんだ、これなんか動くね。これなんでしょうね。曲がってるところを締めるためのものかもしれないですね。ちょっと分かんないですけど、もし分かる方いらっしゃったら、これ なんだよっていうのを教えてください。はい。で、それのちっちゃいやつ。で、なんかすごいちっちゃいね。すごいちっちゃい何かがここにあります。はい。これですね。星型のやつ、ちゃんと普通のサイズのマイナスドライバーがあります。星型のなんか穴とかあるんですかね。ちょっと、その穴に遭遇したときは、ああ、これ買っといてよかったってなるのかもしれないですね。で、さらにこの星型の星に穴が開いてるやつ。もうすごいですね、これ。なんかマニアックすぎて、今まで見たことのないネジ穴がたくさん出てきて楽しいですね。で、これをここに収納できるようになっております。まずはね、この右半分が終わりました。ちょっと、モーモーさん、ちょっとね、危ない。ここにいたら危ないからね。こっちにやっておきましょう。次はね、左側、ちょっと行ってみたいと思います。左側はさっき右側で、取ったやつと同じような大きいやつですね。これ長い、ここが長いから多分長いネジみたいなのを締めるときに使うんでしょうね。はい。で、多分これも延長のやつなんじゃないかな。あ、そうだね。これも、遠くの狭いところとかにこう入れるときにこれを使うんかなと思います。はい。で、次がこれなんだ、これ長いな、これ延長じゃないんだよな。延長もできるし、なんかここにこれついてるね。あ、こうかな。こうやって回すやつかも。もしかしたら。力入れて回すとき用のやつかもしれない。間違ってたらご指摘お願いしますね。はい。で、この長いやつでちっちゃいやつがいっぱいあると。ね。これね。六角の。長いやつがいっぱいある。で、これがプラスドライバー、マイナスドライバー、六角、これね、細い六角のなんかネジみたいなやつですね。がしばらく続きます。六角。で、これも星みたいな感じですね。星みたいなやつに穴が開いてるタイプです。このやつ。はい。で、それがだーっとこれもだよね。これも星み、こっち。じゃあこれ銃って書いてあるんですけど、これね、星みたいなやつに穴が開いてるやつ、こんな感じ。ちっちゃいですね。まあ、なんかで使うことがあるんでしょう。でらーってあります。はい。こんな感じでね、大きいこのツールボックスを買ってみました。これはね、Amazon で買いましたので、まあ別に同じやつを買う必要ないんですけど、一応こんなの買ったよっていうのでリンクを貼っておきます。はい。ね、この気持ちいいですね、これ結構ね。カチカチ気持ちいい感じでもあります。こっちはこれ取る方法、いや引っ張っても取れねえよなんていう人をね、知ってる方いたら、これのちょっと、これの取り方を教えてください。取れなくなっちゃったら、もうこのネジしか開かなくなっちゃいます。はい。あ、なんかまだあった。これだね。これはわかるよ。これはね、六角のネジだね。自転車とかでよく使うやつですね。はい。はい、ということで、今日はツールボックス、これツールボックスっていうのはツールセットですね。ツールセットっていうのを買ってみました。これを使って、次回はいよいよなんか取り付けていきたいと思います。はい、それではまた。
あ。取れたわ。オッケー。